もう心配いりません。容体は安定しましたよ。リカちゃん。リカちゃま。他にベッドは？隣の診察室にあります。こちらです。監督、リカちゃんの怪我の具合は？レントゲンは取りました。骨に異常がなかったのはせめてもの救いです。しかし、あの鉄平という男はどうしようもない奴です。こんな小さな女の子に容赦なく暴力を振るうなんて。僕が逃げたら里子に向いていたのです。代わってあげられてよかったのですよ。里子ちゃんが我慢して言わなかった分、私は彼女の境遇を過小評価していました。正直ここまでとは。もしも放置していたらと考えると恐ろしくて体に震えが走ります。それで、鉄平は、あの後どうなりました？沖ノ宮署の大石さんが、かなりの人数で行方を追ってくれているそうです。北条家を家宅捜索したところ、非合法の薬物も多数発見できたようなので、傷害以外の余罪でもしょっぴいてみせるって、息巻いてましたから。できれば、もっと早く尻尾掴んで捕まえてもらいたかったけどな。こんな状況だけど、いいかな？リカちゃま、まだ寝ていても？今日、高野は休みなのですか？え、ああ、もう帰られましたね。それが？僕は大丈夫なのです。それよりも、里子の様子を見てきてほしいのです。一人ぼっちだとかわいそうです。わかりました。シオンさん、行きましょうか。カラは？ケイチは僕の協力者なのです。浮気相手なのですよ。ニパー。浮気って？あ、まだ自己紹介してませんでしたね。前原ケイチです。警視庁公安の赤坂です。あ、ちょっと待ってもらえるかい？あ、はい。あの、一体何を？申し訳ない。この部屋が盗聴されてるかどうか
一応調べておこうと思って。職業柄一筋縄ではいかない相手とばかりやり合ってきたもんでね。リカちゃんの協力者ということだから信用して話す。ただこれからの話は誰にも内密にしておいてほしい。いいかな？まずはそうだな、リカちゃんと私が知り合った馴れ初めの話からしないといけないかな。奥さんに言いつけてやるのですよ。そうだな、命の恩人とはいえ今度は私が刺さるそうだ。それで赤坂、あなたはどうしてこの雛見沢にまた来てくれたのですか？休暇だよ。この雛見沢を数日観光した後は和倉温泉に向かって夫婦水入らずでのんびりする予定ということにしておいてくれ。え、それって本来なら秘密事項だが、状況が状況だ。心して聞いてほしい。主人はね、ずっとずっと日本のためにと身を粉にして働いてきたんですのよ。それなのに、それなのに。奥さんの胸中深くお察しします。ご主人の無実が間違いなければ必ずや裁判官は正義の判決を下すでしょう。大丈夫です。濡れ衣は必ず晴らせます。そんなのは分かっています。だって無実なんですから。でもね、判決が出るまで主人は持たないんです。お国のためにとあれだけ働いてきて、こんな気持ちで死ぬなんてあんまりじゃないですか。あれじゃ死んでも死にきれません。赤坂さん、こいつはすごい資料です。金の動きが完全に網羅されてます。奥さん、この他には書類束のようなものはありませんね。ええ、主人の金庫に入っていた文書はそれで全てです。どうかそれで恩知らずな連中に一泡吹かせてやってください。あれだけ主人に世話になっておきながら。奥さん、この文書の内容には一部ご主人にとって不利益な内容も含まれていますが、それはご存知ですね。ええ、それは分かっています。政治はね、綺麗事だけじゃないんです。私だって政治家の妻ですのよ。ご協力を感謝します。
この書類は必ず巨大な不正を暴くために使用します。一つだけ、一つだけよろしいですか。それを公表するのは主人が亡くなるまで待ってもらえませんか。わかりました。誓ってお約束します。みんなご苦労さん。だいぶ外堀が埋まってきたようだね。特に赤坂くんが入手した資料は相当ショッキングなものだよ。ずいぶん苦労したでしょう。お疲れさん。いえ。室長、お疲れ様です。お疲れさん。立たなくていい。楽にしてくれ。諸君に今日は素晴らしいプレゼントを持ってきたぞ。カノー、お前を息子の授業参観に行かせてやる。やっぱりね。そろそろ頃合いだと思ってたんですよ。くそ。私たちが今日まで捜査してきたのは何のためだったんでしょうかね。膿を出す痛みがどの程度か測るためだろうな。その結果、痛みに耐えられない規模だということが分かり、荒療治を断念したってことだろう。資料の整理と引き継ぎについては、今後向こうと調整していく。とりあえず、みんな長く休んでないだろう。5時を待たなくていいぞ。引き上げて体を休めてくれ。残務整理は明日話し合い。あと、振り替え休暇の消化をしよう。ちゃんと消化して、神さん孝行しろよ。主査は俺と来てくれ。
以上だ。よし。じゃあ、室長のお言葉に甘えますかね。みんな、今日は早く帰って休みな。こういう時、早帰りすると不倫の現場に出くわしたりしちゃうんですよね。バカだな。お前知らないだろう。赤坂さんとこは熱愛夫婦だぞ。毎晩別棟の公衆電話からラブコールかけてるの知らないのかよ。赤坂んところはいいよな。うちの女房なんてそりゃそっけないもんだよ。入江診療所。
というわけだ。上を説得するのにはかなり骨が折れたけどね。覚えていたからね。君が言っていた幸せに過ごしたいって言葉。あ、赤坂。あるいは一度は忘れてしまったのかもしれない。でもそれを忘れたらきっとものすごく後悔するに違いないんだ。だからちゃんと思い出したよ。君が教えてくれたから余計に電話して幸恵が事故に遭わなかった。だから君は幸恵の恩人なんだ。だからその恩を私は今返しに来たんだ。本当に長いこと忘れていた気がする。でもようやく思い出したよ。長いこと待たせてすまなかったね。本当に長いこと待たせやがったです。そしてこんな最後の最後の世界で本当に都合よく帰ってきやがったのです。赤坂、赤坂。私は無条件で君の味方だ。君のどんな不思議な話も信じるよ。そして君の命を狙うという敵を必ず打ち砕いてみせる。そろそろ潮時だな。それで、リカちゃん、君は高野美代が怪しいと睨んでいるわけだね。疑っているというよりも確信なんだろ、リカちゃん。となるとこの診療所のあの入江って医師からどう話を聞き出すかだな。南沢症候群の研究の規模と資金から見ても高野はトカゲの尻尾だ。東京という組織が何を企んでいるのかを突き止めない以上、根元を調べて立たなければ別の奴が来てリカちゃんを消そうと考えるかもしれない。確かにこのたたりは誰の意図かは分かりませんが、無意識にこの村の人々を支配しようとする悪意があると思います。それが東京だとしてもどういう意図で今年のたたりを引き起こそうとしているのか、それが分からなければ意味がない。ともかくまだまだ情報が必要だ。引き続き調査してみるから、前原君とリカちゃんも何か情報を手に入れたら私に教えてくれるかい？わかりました。任せてください。赤坂、他にも東京との連絡係を務めている富武の協力も必要です。特に彼の場合は、このままだと今度の綿流しの晩に高野の手で殺されてしまうのです。それはどうして？わからないのです。でもこの殺人にこそ
高野の黒い思惑が潜んでいるように思えるのです。だとしたら今度こそ助けなきゃいけないよな。マミやリナのようにしくじったらもう目も当てられなくなる。そうなのです。でも奈良、リカちゃん、ちょっと考えたんだけど、こういう手はどうだ？それは、赤坂、本当にそれで大丈夫なのですか？でもそんなことをすれば、一緒に来ている奥さんだって。大丈夫。一緒に来ているのは本庁との連絡員だから。幸恵は実家で娘の世話で、身辺にも警護を入れているから問題ない。赤坂、それでもあなたが危険に。それにさっきも言ったけど、リカちゃん、君は妻の命の恩人だ。君の言葉がなければ私は妻も娘さえ失っていたかもしれない。だから今度は私が君に恩返しをする番だ。信用してほしい。赤坂。やあ、リカちゃん。よく来たのです、ミパー。僕に話ってことだけど、一体どうしたの？富竹2号について何か情報をつかんでいますか？なんだよそれ。富竹2号？それは一体何のことだい？最近沖ノ宮署に入った刑事のことです。聞いていませんか？沖ノ宮の刑事？リカちゃん、それをどこで？
坂は僕のお友達なのです。5年前にここに来た時に仲良しになったのですよ。え？ああ、そういう意味か。しかし5年前とは随分前の話だな。よく覚えてたね。もちろんなのです。だって大臣の孫が誘拐された時にここに来ましたから。ということはあの刑事。警視庁の公安です。5年前にも大臣の孫を探しに来ましたが、今回は何を探しに来たのでしょうね。富武、東京の動きは今どうなっていますか？どうって、いや別におかしなこともなく通常通りだけど。ちょっとだけ彼の話に出ていたのですが、東京から流入している入江機関への資金の流れに疑問を持ったそうなのです。この明細について一度確認してもらいたいのです。それはまあ数日中にでも可能だけど、一体どうして？僕たちへの給付が高野と入江に流れてるそうなのです。最近の支払い額が減っていたのでおかしいと思っていたのですよ。そんなバカな。わかった。とにかく本当だったら大変だ。調べてみるよ。あ、富武、一つお願いなのです。お願いなのです。この話は入江と高野には秘密にしておいてもらいたいのですよ。どうして？僕たちは入江と高野にとても良くしてもらっているのです。まだ信じられないし、ひょっとしたらただの勘違いかもしれません。だからこんなことで二人に嫌な思いをさせたくないのです。わかった。確かにお金の勘違いでギスギスした雰囲気になるのは嫌だからね。安心して、リカちゃんのそれが判明したら真っ先に知らせるよ。ありがとうなのです。よろしくお願いしますのです。任せて。それよりリカちゃん、祭りの奉納は大丈夫かい？入江先生からもいろいろ聞いてるけど。大丈夫なのです。ちゃんと最後までこなして富武にいい家を提供してみせるのですよ。ニパー。それは楽しみだ。当日は最前列でバッチリこのカメラに収めるから頑張ってくれよ。じゃ。
嫌なやり方ね。